この部分、プラスチックのバックル、この部分を外すと、いろんなところに、このリッシュをつなぐことができます。また、リッシュのループの大きさも、この部分を変えることで長くなります。次にご紹介するのが Easy Hitch 2というタイプ、ロックのタイプが先ほどのとはちょっと異なります。使い方にちょっと容量がいきます。外すときはこの部分を手前へ倒すような形で曲げる。そうするとオープンします。クローズするときは、この部分を下へ引っ張るような形で、開けるときは、ループの大きさは、これをスライドすることで輪が大きくなります。戻す場合にはこの部分を上へ上げてスライドするとループは小さくなります。広げるときは押す。戻すときはこの部分を押し上げてスライドさせる。